的元気。くだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く。いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙。いつまでも続くのか、吐き捨てて寝転んだ。俺もまた輝くだろう。はい、全国のユースケ的電気ファンの皆さん、こんにちは。チャッ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 チャ。はい、ということで、もう今日はもう目新しいもんでも何でもないんですが、見て、おー懐かしいと思って買ってきました。こちら、ババン、森永パックンチョチョコ玉パックンチョプリン味パッパラーン、イエーイ、シャキーンパックンチョ。はい、というわけでパックンチョでございます。パックンチョね、すごい、なんかパックンチョがすごい懐かしかったんだ。パックンチョ2種類の色があったプリン味だ。プリン味あったかな、パックンチョって、うん、中にチョコレート入った、なんていうのかな、うん、あんな感じのイメージではできてね、こんな感じのやつだったんじゃないかなと思って買ってきました。はい、ということで食べたいと思います。中身はね、こんな袋に入ってます。ここでこう開け口をこう、ここね、こういう開け口をこうペリッと開けると、なんか開けやすいと。おっ、なんかでもなんかチョコボールのでかい版みたいになってますけども、これがプリン味、両方2色の、でも中はプリン味、チョコでコーティングされてるみたいですね。2色の色のパックンチョで、これがチョコでプリン味のコーティングされてるんですかね。中にプリンが入ってます。じゃあこの黄色感いただきたいと思います。いただきます。プリンの風味がするけどチョコだね。じゃあピンク、うん、あ、1箱あたり206キロカロリーでございますが、まあ中には結構入ってますので、14、5粒ってとこですかね、中に入ってるのが。ということは206キロカロリーなんで、14やったらあかんから13点なんか、うん、です。むずい、適当。1食あたり4粒を目安にお召し上がりください。まああんまり食べ過ぎんなよということで、まあでもこれすごい、ミッキー、ドナルド、何やったっけ、グーフィーと、何やったっけ、この犬、名前忘れた、わからん、こいつ。まあこれがあるので、ディズニーの契約ちゃんとやってると。まあしてないわけないよね。でもまあパックンチョ懐かしいなと思いながらね、買ってみたんですけども、まあ味がこんなんだったかどうかも覚えてないですけどね。なんかこう何年前かやりだした時に、なんか記録を残そうということで、じゃあなんかブログでも書こうかな、やってみたのがきっかけで、でまあアメブロの方でこうカチャ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 写真を上げながらやりだして、やっぱりカメラとか音楽、そういうのは映像を編集したりとか、なんか音楽作るのも好きだったら、映像を作るのも好きだったりするんですよ。だからその流れでこうビデオを撮って、それ編集したいな、で切ってつないでみたいな、面白いみたいな、そういうノリでやりだしてから、最初は本当に個人的に自分らの記録で楽しんでたのが、いつかこうなんか毎日1回投稿やってる人たちを見てね、 YouTube でやってるすごい毎日投稿してる人を見てね、あ、毎日1回やってみるってすごいなと思って、1回やってみようって見て続けてるだけなんですけど、だからいつやめるかも分かんないですよ。これなんかこうこれで食っていくんだと全く思ってないし、めっちゃやるでーとかそんなもん全くないんですよ。のほんと続けたらいいなみたいな、ちょっと自分が飽きるまで続けてるっていうだけなんで、もうああじゃあもうさよならみたいなこともあるだろうし、みんなの話、こういろんな人の話聞くのも面白いし、で自分の話するのも好きだし、だからこう会話が好きなんでしょうね。なんか分からんけど急に、まあ、パックンチョがあまりにも懐かしかったんで、まあ、やって、まあ、このビデオブログっていうのをねやったのが懐かしいなって、最初の勢いが懐かしいな、なんか懐かしい商品復活っていうのは企業さんありじゃないですかね。ヌーボーとかさ、
なんで田代正史推しやねんと CM 田代正史 CM 推しかみたいな、なんかそう、なんかそう、あったじゃん昔ながらのお菓子、ああいうのがちょっとずつあったあったっていうのを復活してほしいなと思う今日この頃でございました。ということで森永パクチューでございました。それでは皆さんもさよなら。最後までご視聴ありがとうございました。はい、ゆうすけ的的ではチャンネル登録、コメント、高評価どん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 募集していますので、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それから Twitter、メモロ、Facebook、次は全て含めてゆうすけ的的よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。